飯島神社は、長野県上稲郡飯島町にあった、大観所。現在ある建物は復元であり、飯島町歴史民族資料館、飯島神社という名称が付けられている。文禄2年に、三州街道の経路が改められた際、一曽根村のうちに、飯島塾が成立し町並みが形成された。天領の神社としては、飯田藩主、脇坂安政の天保に伴い、 品の国稲谷に,に生じた天領を治めるため、遠方5年に設置された。当時は、大官が執務を取り行う本陣のほか、大官一家が住まう屋敷、役人の住む官舎、長屋、納屋など付随する建物十数棟で構成されていた。飯島陣屋には、必ずしも大官は常駐せず、品のの他陣屋大官や他国大官が兼務し、その出張陣屋となることが多かった。 明治に入り、明治政府によって、幕府天領地の摂収が行われると、飯島陣屋は廃止された。稲谷の旧天領地が稲県とされると、飯島陣屋が稲県庁となった。明治4年、稲県が廃止されて、筑間県に併合されると、飯島陣屋はその役目を終え、解体処分された。1994年、飯島町内をはじめ、 長野県内や愛知県などに残る古文書を調査、また陣屋との発掘調査により、当時と同じ位置、同じ構造様式で本陣が新築復元された。敷地内には陣屋記念館も併設され、当時の資料や調度品などが展示、公開されている。写真撮影もでき、展示物も,も実際に手を触れて観察できるなど、親しみやすい配慮がされている。ありがとうございます。